長崎県長崎市の離島の方にやってまいりました。1g1円企画です。エギング調光でお願いします。来ましたー、来ましたよ。これ来たね。売れ実績来ました、来ました。まあまあでかいんじゃない？いいんですよ。はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。今回はですね、長崎県長崎市の離島の方にやってまいりました。今日の企画は 1g1円企画です。ブーブー言ってましたもんね、皆さん。なかったことにしとるな、お前らと。この野郎と。ただいまの時刻、じゃん、10時です。眠い夜です。もう眠い。まあ今離島の方ね、現地到着したんですが、もちろんここからお船の方もありません、ございません、帰れません。ご飯もないんですよ、コンビニが、商店もなくて。なんで今回食料をねちょっと用意してまいりました。はい、こちらドン。はい、こちらですね、まずお弁当。あ、2割引き。過酷なのにこんなに安く済ませなくて。弁当が500円になります。500円、500円で、続いてこちら、はい、唐揚げですね。こちらは300円、はいはい、で、カップ麺300円。はい、一緒？はい、一緒です。もちろんカップ麺300円、カップ50円やろ。はい、あとスイーツ見て、これ疲れた時はね、甘いやつが欲すでしょ。欲す200円ということで。で、お菓子は100円になります。ルール説明を軽くお願いします。そこでサクッと 100g が釣れたら100円ということになります。釣果は必ず、撮影しながら計測しなければならない。釣り上げた際のイカに含まれた海水は計測して OK とします。これはまあリリースのためにですね、計量の際、例えば 321g が釣れました。そしたらその 1g はまあカットします。以上、ルール説明となります。イカだけなんですよね。もちろん。あ、そうですそうです。エギングだけですよ。はい、イカ。まあでもモンゴーでもいいし、コウイカとかでもいいし、イカなら何でもいいってことです。エギング調光でお願いします。調光モンゴーやったら稼げるっすね。はいはいはい。ちょっと私事ですけどね、今フェリー乗る前に竿をね、縛るじゃないですか、こうバンドで。トイレ行って帰ってきたんですよ。縛ったやつがポンって落ちてたんですよ。誰も触ってないんですよ。誰もいないんですよ。どう思います？今日いけそうです。今ね、おのおの釣り場にね、補充してなかった。これ何？これですか？ああ、ニャンコル街灯のとこですね。違うに、とりあえず目の前の漁港スタートっすね。ドラグは弱めの設定でスタートっすね。ブルーポーションの3号から。この企画、今日の夕方に呼ばれたんですよ。だからね、潮も何も見てないんですよ。やば、今日欧州じゃん。満潮の下げ始め、いい時間帯からスタートですね。はい、やってまいりました。1投目も投げちゃいました。ヨウ釣りから出てる 3D の、スーパーブルーヤコ、お兄ちゃんがいいって言ってたやつ、うん、買っちゃったから。あ、結構塩効いてるかも。ちょっと雨降ってきてないですか？聞いてないっすよ。やべえ、兆候は地獄でしょ、この企画で。雨はやばかった。本降りなんやけど。ポイント到着しました。ちょっとね、雨が急に降ってきたんで雨宿りしてね、再開です。右はね、ダートマスター3号モンスターマスターですね。あ、当たった当たった当たった、当たりましたね。おる。とりあえずカップ麺キープしたい。ちょっとレップされてなかったじゃない、マー君。そんなことある？まあまあまあ、しょうがないな。ちょっと測ろうか、じゃあね。はいはい、難しいです。良いサイズ。良いサイズですね。はい。どう？270です。ないかな。300ないんだ。まあでもどうします？まあまあ、いやいや、保留で。弁当もあるんでね、500がありますね。そうです。エギは何やったって秋の鉄板になるんですか？ケオレジターククル、もう本気度が違います。本気度が、気持ちが違う、気持ちが違いますから。はい、マー君にリードされちゃいましたね。頑張って釣っていきます。青利休のね、 3D3 号。もう来た、また雨が。いや、これ大きい気がする。この雨、さっきより音が強いもん。大雨です。ダメ無理だ。ちしょー、なんで俺今日こんなついてねえんだとか、昨日は25度あったのに、昨日海鮮だったのにとか思ってんじゃねえのか。おい、心で見るんだよ、心で。晴れてもよし、曇りてもよし、富士の山って言うだろ。見えてきた、心で見えてきた。来ましたよ皆さん。来ました。イカさんです。皆さんかかりましょう。はい、行きます。200ジャスト、210ね。捨てた意義ですね。ダートマスター 3.5 号ブルーのヤーツです。ちょっとね、風があったんで 3.5 号投げてみました。足元で抱いてきましたね。ありがたき、ブルーのやつありがたき。ちょっとがっつり歩いてきていいですか。ちょっと一個行きたいところがある。大幅に移動してきました。実績はしっかりあるポイントはポイントなんですもんね。大幅に歩いてきたから暑いんですけど。ほら来たね。これ実績ポイント1投目、サクッとね測って、ちっちゃいんでリリースします。ああ最悪。アホだ。ゼロっすね。195。リール大丈夫かな。本気ですからね。もう食に関してはもう僕は我慢ならないんで、とりあえずラーメンの300をキープしたいんでね。とりあえず300。うん、ちょっと明るくなってきたね。なんだろう、月が出てるもん。見える？月がね、大きいんですよ今日。昨日がね、大潮の満月、スーパーブルー夜光デイっていうことで効果的なんじゃないかと。来ました皆さん。ちょっと測る。来ました。行きます。測りましょう。どう？ちょっとリリースをさっきんと合わせて450です。皆さんあと50でベンと行きます。青すぎるやつですこれ。新しいやつですねこれ。インナーシードが入ってるやつ。今日これ2杯とも。ありがたき。来たよ。まあまあでかいんじゃない？してる。まあまあでかい。はいおい、いただきました。 いいじゃん、サイズサイズまあまあ良かったっす。えぎが濃いな。えぎがきた 3D2.5 3D の 2.5 です。夜釣りです。今回のね 3D の 2.5 いいでしょ。あのねいいんですよ。噛んでくれるよ。あの塩聞いてるとき最強と思うこれ。マジでマジでマジで。そうなんですよ。夜釣りさんありがとうございます。じゃあ測りましょう先に。じゃあマー君。うわ嘘。385。弁当いける。弁当いけるって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今ですね、雨だったりいろいろよ。2時ですね。ね、まあ中間発表ということで、はい、まずショタ、はい、190つってでエギ分、引いて15、175なんで170ということで、170で僕はですね、はい、210と240でまあエギ分を引いて420と、はい、420、はい、マー君は270と380です。はい、でエギ分を引いて620になります。すごい。チャンピオンお見事。食べれるお弁当、もう弁当いける。あんたもうちょっと頑張ればラーメンもいけるよ。ラーメンもいけるよ。ほんとセットでいける。いや 2.5 炸裂しとったね。塩髪もちゃんとよかったろ。よかった。ちゃんと3号ぐらいの感じあった。そうやろ。そうなのよ。僕は青すぎるやつですね。青すぎるやつ2杯とも何だったんですか。エギオはブルーポーションの3号ですね。あ、ブルーポーション安定のエギオ OK ということで、今はまあそうこんな感じです。どうするご飯は。まだ食べちゃったらね、寝ちゃう。そっか、俺もまだ別に僕も大丈夫です。ああそう。後半戦、はい、潮が動くまでレッツファイト。何説明がいります。絶対に来ましたよ。3D がすごいのよ。顔面蒼白だから安定したボールを心がけております。終了ですね。朝です。腹減った。まあまあでかいんじゃないですか。始めました。